はい、今日のコーデをご紹介いたします。ちょっと髪の毛が。はい、中に着ているブラウスがロペピクニックです。結構スケスケなんですけど、上にワンピースを重ねているので大丈夫かなと思って着てみました。ちょっとたくましすぎる二の腕を出しちゃっているんですけど、もちろん羽織っていきます。はい、ここのね、脇から見るとね、すごいことになっちゃってるんですけどね、この辺も見えちゃってるし、はい、肉が。はい、ワンピースなんですけど、こちらグレイルです。結構長めの丈になっております。はい、ひらひらしているワンピースです。今日はとてもとても風が強いんですよ。昨日も強かったんですけど、さらに強いんで、長めの丈なので、上に、くれ上がることもそんなにはないんじゃないかなと思ってます。ここにちょっとね、肉がたまりやすいですね。パツパツですよ、パツパツ。脱ぐのが大変なんですよね。はい、昨日、石川県の方でね、地震大きいのありましたけど、大丈夫でしたでしょうか？石川県の方にお住まいの皆様。ちょうど娘が、5月3日から、石川県の方に、遊びに行ってまして、ちょうど地震があった時に、能登の辺りを車で走ってたらしいんですけど、車の中にいたっていうことで、全然揺れは気がつかなかったって言ってましたね。結局その日、宿泊するところは小松市というところで、地震のあったところからは離れていたそうなんですけど、はい、お住まいの方々もいろいろ大変だと思いますけども、お気をつけください。はい、それではちょっと出かけてきます。すごいね。割と施設の風が強くないかなと思ったんですけど、そうでもなかったです。結構吹いてます。今日はどこのショップに行こうかな。高知とか行ってみようかな。はい、じゃあたくさん買ったんで帰りましょうか。スイカジュース飲む？新しいお店できたみたい。はい、先ほどアウトレットから戻ってまいりました。朝結構早く出かけて、今帰ってきたのが夕方4時半頃ですね。はい、結構長くいましたね。
まあちょっと行くまでが、まあ、車で1時間半とか2時間近くかかるので、まあ、なかなか往復だけでも大変なんですけどね。はい、購入品を紹介していきたいと思います。まずは、トップスですね。はい、レイカズン、2点購入しました。試着はね、しなかったんです。なんでかって言いますと、この着ているワンピースがちょっとね、きつくて、多分ね、これ脱げない、脱ぐのがね、多分大変なんですよ。このバストで引っかかっちゃって、何の自慢でも何でもないんですけどね、とにかくここがもう脱げない、こう、ワッといくんですけどね、脱げない。はい、まあ、はい、開けていきましょう。なんかこちらは新品を出してくださるんで、はい、ちょっと嬉しいですよね。新しいものを出していただけると。ちょっとね、若い人向けのデザイン。チカチカしちゃって申し訳ございません。ブラウスですね。なんかリボンみたいな、包帯みたいなブラウスですね。ここの一番上だけ飾りボタンになってて、本当は、あ、これでも外れるんだ。知らなかった。これはね、外さないでつけときましょうか。おばちゃん、おかしいけど。でもこれあった方がきっと可愛いですもんね。はい、これはじゃあ、リボン外せるの今知りました。ずっと外せないと思ってたんで。あ、直せない。はい、チカ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 、ギンガムチェックのブラウスですね。まあ、袖のボタン。これちょっとね、試着しなかったんで、ほんと袖がね、こう入るかどうか不安だったんですけど、あ、こうしてみるとね、いけそうですね。これ試着できないときは、こう逆にこう入れてみるとね、いいですよ。この、あ、入るな、みたいな。これが目安になりますよね。はい、これが1点目です。お値段は、定価で6,490円。でもこんなにしなかったですけどね。セール品だし、アウトレットなんで。はい。はい、レイカズン2着目です。トップスですね。はい、こちらも若い人向けですよね。袖がパールですね。なんかちょっとここにゴムが入ってるんで、パフスリーブっぽくなってる。すごい、多分ね、腕がこう、パッとこう強調されて、すごい太く見えるんでしょうね。はい、こちらも試着はしてません。まあ入ると思うんですけどね。伸びるし、なんかリブになってるんで。こちらは、定価で4,950円ですが、セール品でした。タイムセール？タイムサービスか。タイムサービスっていうのかな。なんか30分間だけさらに20%引きっていうのをやってまして、かなりお得に購入することができました。はい、黒のカットソー、袖にパールがついちゃってます。で、ここゴムですはい、ね。そして、チャオパニックですね。こちら、まあ、こちらもトップスなんですけど、珍しい色ですね、私にとって。なんか、ピスタチオグリーンみたいな色のブラウスですね。こんな色似合うのか不安なんですけどね、これかベージュしかなかったんですよ。で、ベージュは、なんか遠目で見ると私なんか裸に見えちゃって、ちょっと似合わないんですよね。裸に見えるから似合わないっていうわけではないんですけどね。はい、こちらもね、ブラウス。なんだろう、トレンドなのかな。ちょっとね、やっぱりパフスリーブみたいになってる。まあこれ透けないと思うので、はい、かなり薄いんですけどね。で、後ろがね、バッグがね、ちょっと可愛いんです。ここもなんか三角にフリルになってて、まあ、前も三角ですけどね。はい、こちらのお値段が載ってないけど、ちょっと後でレシート見てみます。多分ね、3,000円とかそんな感じだったと思います。これはね、チャオパニックで買ったんですけど、このちょっとブランド名わかんないですね。はい、はい、続きまして、ちょっと最後なんですけど、ボトムスですね。シェルター。はい、こちらでスカートを購入しました。
ちゃんとあの紙袋がつくと嬉しいですね。あとこちらも新品があったので新品を出していただきました。これはロデオクラウンのものですね。はい、またスカート買っちゃいましたね。随分シワくちゃなんですけど、ちょっと大丈夫かな。すごいシワ寄っちゃって、すごいシワシワだ。シワくちゃなんですけど、これ取れるのかな。はい、こちらのデオクラウンズ、はい、値段がね6,600円税込み。こちら 50% オフだったと思います。これも結構ね長めのスカートですね。2段みたいに、2段みたいじゃなくて2段になってるスカートですね。きちんとね薄いんですけど裏もついてるんで、はい、これなんか水に濡れたらすごいよくわかるパターンですよね。こんなにねシワクチャだとは思わなかった。ハンガーにかかってたのはシワが目立たなかったんで、でもここなんか結構おしゃれになってる。はい、これね綿100なんですよね。ほらコットン100なんですよ。で試着してないんですけどゴムなのでいけると思います。総ゴムなんでね大丈夫だと思います。なんか丈もね結構長めなんですよ。今長めの丈が流行ってるみたいで、あんまりミニスカートとかはないですね。はい、まあ、ちょっと夏はブーツで足隠せないんでミニスカートは無理なんですけどね。はい、はい、試着してみました。まず、レイカズンのブラウス、うん、やっぱりねちょっとねあんまりゆるゆるではなかった。腕が結構私太いんで、結構でもないすっごく太いんで、はい、包帯はね結構って言っちゃいますけど止めにくかったですね。外れちゃって、いや今ね外で5時のチャイムが鳴っちゃってますけど聞こえてしまったら申し訳ございません。はい、スカートはもうかなりのシワクチャ、これどうしようかなってくらいシワクチャですね。はい、まあちょっとこの上下で合わせるとあんまり良くないみたいなんですけど、そうですね、もうちょっとこのブラウスはボリュームがあるのでボトムスはすっきりさせた方がいいのかなと思います。気になるのはこのシワですよね。本当になんかね、いや私のね肌みたい、嫌だわ。はい、次行ってみましょう。はい、続きましてレイカズンのお袖にパールがついてるカットソートップスですね。はい、スカートは同じでシワクチャはい、ロデオのものですね。ゴムなんでまあ入れてもいいんですけど、ちょっと今ちょっとすいません肌見えちゃって、はい、すいません汚いものをお見せしてしまいました。はい、まあまあ着心地はいいですね。ちょっとねここゴム入ってるんで多分ね跡つくと思うんですけどね。はい、トップスはねすごい可愛くていいんですけど、ちょっとスカート試着すればよかった。なんかあんまり似合ってないような気がしますね。まあちょっとシワもすごいんですけど、さっきからなんかね多分ねもうちょっとね細い人がね履けばいいのかもしれない。なんか私だとちょっと腰張っちゃってるんでボリューム出ちゃってるんですよね。毎回言ってますけど痩せようと思います。はいはい、続いてが、ピスタチオグリーンみたいなブラウスですね。はい、こちらのすごい太い腕が強調されちゃってる感じなんですけど、まあ、このパイピングっていうんですか、ここがブラウンで
可愛らしい感じですね。ボタンもちょっと高級そうな感じがします。まあ、チャオパニックはちょっとパルクローゼットという会社で、ラシットとかバッグのね、あとスリコとかそういうところなんですけど、そういうグループなんで、割と洋服もお高めなんですけど、はい、まあ、ちょっとおしゃれな感じですよね。なかなか自分であんまり持ってない色の、はい、色なんで、いつも無難に黒とか買ってしまうんで、そうしますと黒い服ばっかりなのでね、たまにはこういった色もいいかなと思います。まあ似合ってるかどうかって言ったら微妙なとこなんでしょうけどねはい、後ろもね可愛いんですよ。ちょっと見えないかもしれない、まあ、髪が長いんであんまりあれですけどね。さすがにねブラウスの裾が長いんでインしてみました、このしわくちゃのスカートに。はい、こんな感じです。うん、これがなんか私自分的に一番好きな感じかな。はい、スカートがシワがあんまりだわ。はい、ちょっとあんまりにもシワがひどいんで、ね、これ使ってみようかなと思いました。あんまりあの出番なかったんですけど、これ、マーチソンヒュームというあの衣類のお手入れスプレーって言うんですよね。これをなんか好きなインスタグラマーさんとかがみんな使ってて、それでちょっと真似して買ったんですけど、なかなか高くて全然出番もなかったんですけど、まあ、ファブリーズとかというああいう匂い消しとはまた違うんですけどね、これをかければちょっとねいい感じに仕上がるんじゃないかなと思ってかけてみようと思います。それでさっきまで着てたグレールのワンピースはあれも脱ぐのが本当に大変なんで、スウェットにちょっと履き替えさせてもらいました。あ、すいません、ちょっとスケスケなんですけど、はい、こちらはちょっとあまり気にせずにお願いいたします。はい、こちらもね、すごくない？これちょっと色が大丈夫かな、色がね、こんな何？これすごいんだけど色ついちゃって大丈夫かな。ちょっとね、一旦戻らないってことはねないと思うんでね、洗えばこんな感じ。このね、何これ、ちょっとねこんなビャーっとね一箇所にこうすっごいかかっちゃって、使い方大丈夫かな、でもねいい香りだわ癒されますね。これ見てねちょっとね不安なんですけど、最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。